今日は豚汁を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃがいもはまあ適当に切ってほしいんですけど、圧力鍋でやっちゃうんで溶けちゃうことあるんで注意してください。この動画で作った豚汁はちょっと芋が溶けちゃったんで、もうちょっと後悔しました。皆さん作る際はちょっと気をつけてください。はい、ここちょっとカットさせてもらいます。ちょっとめんどくさいんですけど、ちょっとカットします。これささぎ豆の一種ですね。折ってたんでちょっと軸取らないんです。圧力鍋に入れるので問題はないです。こうやって切ってカット編集なんです。これキャベツですね。キャベツも一口大で切って、まあ、圧力鍋なんであんまちっちゃくするとかけらみたいになっちゃうので気をつけてください。豚バラ肉も一口大に切って鍋に放り込んでいきます。基本ぶち込みです。玉ねぎですね。玉ねぎは、くし切りにして、鍋に放り込んじゃってください。基本こういう汁物とか何ですか、カレーとかも基本ぶち込み系なんで気にしないでください。ここで本だしを入れます。本だしはまあ適量でいいです。味濃いんで、結局野菜からのだしで、ここは適当で大丈夫です。ここで火をかけていきます。圧力ピンが上がったら、加圧中火で5分から6分、加圧してください。で、圧力ピンが落ちたらこういうふうに開くんですけど、こんな感じで仕上がります。これで完成ですね。砂糖小さじ2杯入れまして、味噌を溶いて、終わりですね。これで完成です。